ジルベールこと磯村、ジルベールこと磯村、<laughs> えっと井上渡ることをジルベールを演じさせました磯村隼人です。えっ、ー、と本当に今日この日を迎えることができたことすごく嬉しく思いますし、何よりもこの作品を愛して応援してくださった皆様のおかげですし、何よりもねこうお客さんがいて。 誕生に立つっていうのが本当ここ2年間できていなかったのでちょっと新鮮な気持ちで今すごく楽しいです皆さんからのこうなんていうのかな光栄とか声援っていうのはなかなかこうした機会じゃないとこう感じることができないのでえ今日もなあのこう今名前こう立ってましたよねちょっと立ててみてあっ隼人君が後ろはなんかこう立ってますあっ隼人君だねあそっちもいました隼、ね、人 <laughs> かえはいません 僕にはいないみたいですね。こう工事いませんか。<laughs> 大丈夫です。すいや本当にあありがとうございます。いやいやでも本当に嬉しいですよ。<laughs> 僕のパートナーをここれだけね応援してくださまそうですよね。 ここらしいですよね。あのでも振り回されますよ。やっぱりすごいこう。あのジルベールっていうのは自由奔放でもありますし。でもそれをね。見事にこう演じてくれてというか見事にこう。僕と一緒に時を過ごしてくれて、今回の映画でもとても楽しい。幸せな時間が送れました。ありがとうございました。すいませ a 型足のサイズ26.5。これぐらい多分。まあ多分ご存知だと思うんですよね。まあ今年。 9月11日に29歳になりまして、はいはいね、まあ結構してますよねでも,もう覚えてるのがなここまでは多分何か調べれば出ると思うんですよあ、なるほどここまでは僕は生まれた時間をしてますえー、9月11日の朝6時17分です <laughs> え磯村さん、それマジックですか？正解ですか？正解です。なんでつてんねん。いやそこまで。それはウィキペディアとかに書いてないです愛してくれてるってことですね。あそうか愛で。怖いよ。どうやって知るんですか。なんで親子さんと連絡取る。もうあの全く聞いたこともないですし。あそうなんです。はい。現場にいたぐらいしか想像できないですけど。まああのさっき聞きました。 皆さんのためのマル秘エピソードですよやっぱりこれはまだ表に出てないことなので <laughs> かなり嬉しいんじゃないですかよかったですどうですい, <laughs> いやでもねやっぱ山本さんといえばもう筋トレというところで、ね、本当にもう体づくりプロテインに関して何を聞いても全てこう細かく返してくれるんですけどあのその何食べの撮影の現場で、えっと、着替えてるところって たまたま見たんですけど、えーうん、裸がすごかったんですよあの胸筋が見たことない胸筋をしてて、えーえー、なんか雪見大福かなって <laughs> なんかこうこ <laughs> 胸筋が雪雪見大福かのような白さと <laughs> <き>この柔らかいんだけどちゃんと筋肉としてしっかりついてちょうどいい状態だったんですよね見たことありますありますないっすよね裸かないですよね 意外と最近も九割方脱いでますから。あ、抜いて。<の>俺はで舞台で見たよ。うん、見たか。生でそっか。生で見ちゃいましたか。生で見ちゃいました。特別かなかったですね。<laughs> 大きかった。大きかったとか雪見大福が。<laughs> いやでもそう本当にここ皆さんすごいから。はい、僕がそんなに大きく見えないのがこの何食べやってて一番良かったかなって思うとこうですかね。<laughs> <laughs> めちゃめちゃ仲いいんですよ最近やっぱりこう写真スチール撮るときちょっとこうこういうふうに撮るんですよこう撮ると顔がちっちゃくて体がやたらでかくなるんでああ遠近法だそうですごいほんとちょうどよくなるんでこれやってみてください首元が不自然すぎませんかちょうどいいんやそれちょうどいいんですよこれ。 顔をちょっと前に出してそれも丸平エピソードでしたね今ムービー用に手振りでいただいておりますありがとうございます今右側の方にムービーの右側の方に目線をお願いできますでしょうかはいありがとうございます